皆さんこんにちは、河合彩子です。今日は私のコスメ収納のリップバージョンをご紹介していきたいと思います。ではスタート。私のコスメ収納なんですけど、私が持っているコスメたちはこの後ろの方に全部収納してあります。その中でもリップなんですけど、リップはこの3段とここに収納しています。まず一番上の段がプチプロを主に収納しています。右からキャンメイク、ケイト、メディア、ビセ、ニベア、チフレ、ケイトになります。この中でお気に入りのリップを決めるとしたら、キャンメイクとビセとニベアの3つのリップになります。こちらはキャンメイクのステイオンバームルージュ10番というお色なんですけど、このようにすごくツヤっとした仕上がりなんですけど、リップバームのような保湿力もありつつ、口紅のようにしっかりと発色してくれるので、これ1本でリップメイクができちゃうかなと思います。こちらはビセのリシェクリスタルデュオリップスティックシェア RD466 番というお色なんですけど、このように2層の層で作られていて、周りがクリア色の中にパールが少し入っています。そして中の方が見た目は濃いお色に見えるんですけど、シアーな色づきなので口元の透け感を強調してくれるカラーになっています。このように一塗りでツヤ感と透明感のあるグラデーションを作ることができます。そして最後はニベアのリッチケア&カラーリップボルドー色になります。こちらも透明感のあるようなジュワッとした発色で、内側から溢れてるような血色感を作り出してくれます。しかもリップクリームのようにスルスルと塗ることができるので、食事の後とかのメイク直しとかにもさっと塗り直しができるかなと思います。そして2段目にはデパコスのリップたちが入っています。右からマック、マック、エスティローダー、エスティローダー、シャネル、シャネル、ジルシャートになります。この中で1番のお気に入りのリップを決めるとすると、ジルシャートです。こちらはジルシャートのリップブロッサムベルベット13番というカラーなんですけど、上質なベルベットのようなセミマットな仕上がりになります。でもセミマットというとちょっとパリッとした仕上がりになるイメージがあるんですけど、パリッとしすぎることなく潤い感もあるのでお気に入りです。しかもすごく高発色なので、一塗りで綺麗なリップカラーを作ることができて、今日は口元を目立たせたいなっていう時とかにすごく重宝しています。一番下の段には主に韓国コスメのリップを収納しています。右からラネージュ、ジョンセンブル、モルブリス、カイリジュメイ、ブリーブリー、そして一番左にあるのはちょっと韓国コスメじゃないんですけど、ジルシャートのティントになります。この中でお気に入りのリップはラネージュとジョンセンブルのリップです。まずこちらがラネージュのツートンティントリップバーナンバーワンコットンキャンディー色です。ティントリップとリップバームが一つになったツートンタイプのティントリップになります。このように一塗りで2色を同時につけることができるので、ピンク色を唇の内側に当てて一塗りサーッと滑らすと、ジュワッとしたグラデーションを簡単に作ることができます。そして2つ目がジョンセンブルのハイティンテッドリップラッカーフルグレーズです。こちらはティントリップなんですけど、グロスのようなしっとりとしたつけ心地です。すごく高発色なんですよ。でこのように光に当たると分かると思うんですけど、本当にツヤっとしたつけ心地でプルプルの唇になれます。しかも色落ちがしにくいので、食事した後もつけたてのリップのカラーがきちんと残っています。ティッシュで拭き取ってもこれだけしっかりとカラーが残っているので、メイク直しができない時とかにすごくおすすめなリップです。次はこちらのケースです。こちらのケースの中には主にリップグロスを入れています。右からボリカ、ボリカ、ジバンシー、スリー、シャネル、イブサンローラン、トゥーフェイスト、コーセー、フーダビューティー、フーダビューティー、この2色はランコムのもので、確か何円以上買ったらプレゼントっていう時にもらったリップになります。そしてこの左端にある3本が唇の輪郭を強調してくれるリップライナーになります。右からメディア、ジルシャート、フーダビューティーになります。この中でのお気に入りのアイテムはジバンシーとイブサンローランのリップグロスになります。こちらはジバンシーのグロスアンテルティ03番というカラーなんですけど、見ていただいて分かるように、このようにリップグロスの中にキラキラとしたホログラムがたくさん入っています。
なので光に当たると唇がキラッと輝きます。見た目はピンク色をしているんですけど、お肌につけてみるととても自然な発色で透明感のあるピンク色をしています。なので悪目立ちもせずにすごく使いやすいリップグロスかなと思います。そして次はこちらのイヴ・サンローランのボリプテティントインオイル5番のお色になります。こちらのリップグロスはオイル美容液と同じようなトリートメント効果があるので、唇の乾燥を防いでくれてプルンとしたリップに仕上げてくれます。でこのように見ていただくと分かるように透明じゃなくて少しカラーがついているのでティント効果があり、唇の血色感も長続きさせてくれます。これ1本だけでもリップメイクができちゃうアイテムかなと思います。いかがでしたか？皆さん今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもためになったなと思っていただけた方は、下の方にある高評価ボタンとチャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。インスタグラムでもメイク情報やコスメ情報を更新しているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。インスタグラムの方もフォローよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。